一応今、あ、ライブストリー YouTube ム。に参加中ってな、出ましたね、なんか。ほんまや。出出てますよ。右、左上に。え、これこれも、繋がっじた、ゃ、繋がったんちゃう？つながってるんですか？参加中。やばい、これさ。どう？てか、ね、繋がっ肉てる？に泣いてますよ。ごめんなえ？さい。うちの、うちの、いいね、いい。犬が入っちゃっいいてまよ、ちょっす。と騒いどいて、今。これで繋がったかな？鮭見れる？俺わかんないっす。その頭突きからもうショックで出た。もう声失っちゃって あ、そうか。普通に入ってみたらいいんか、俺が。入っあ、てこみれじゃあよ。YouTube 俺、橋さんの見ればいいですか？今見てみる、俺が。あれ？どこに繋がってんねやろな。なくなったな。え、なくなった？でも3人が視聴中になってんねんな。4人が視聴中。俺のは待機中、42人が待機中のままですね。ああ、そうしよっか。一旦もう録画で撮って、YouTube で後から流そっかって。はい、な何るでほも。ど。それじしゃあかこないのと思う。待機中の人はもだう、から、丸々待たしかせないとくっな。てことですね、そのまま。うん。うん、そうだね。これ俺でこも。れライブ参加中にはなってますけどね。確かに。今これでも YouTube の方になっちゃってるから、もう一回 YouTube にだおかいら。てストリームを見るってどういうことですか、これ。だから。でも俺5人視聴中とか、ちょっと人数増えてんねんな。俺再生したら音声かぶるよな。出ましたね、なんか。で、かぶるな、やっぱ。全くわからん。同じく。みんな分からん人たちやからな。あ、どうしよっかな。これなんか、YouTube においてストリームを見るってこれやってみてもいいですか？いいよ。これなんかどうなるんですかね？ああ、そういうこと。ああ、YouTube 上がりましたよ。流れてる？ライブで鳴ってますけどね。え、ライブに流れてんの？こんな俺らのぐだってるやりとり流れてんの今。あ、流れてますよ。ほんまに？あ、だいぶ遅れてるけど、これ。遅れるは遅れんねんけど。はあ。じゃあそれ見れるんかな？今待ってもらってる人らがこっち9に。人が視聴中になってますね。なんとか案内したいな、こっちに。はあ、そのツイートい。しよう。はいはいはい。YouTube の方はかなり遅れてますけど。今でも俺14人になってるで、視聴あ、中。14人が視聴中ってなってます。あ、17。あ、みんな映ってきてくれてる。あ、コメント入ってますよ。ありがとう。そのコメント頼むわ。え、コメント？いやいや。ちょっと待って、俺が YouTube 見れるようにせなあかんよな、今の話言ったらな。そうですね。どこにあった？それが見つけられへんけどな。待機中のところしか俺行かれへんねんけど。どうしたらいいな。あ、やべ。なんかおっしゃった？どうやって戻るんだ、これ。出席。あ、いけたかも。あ、いけた、いけた、いけた。いけた、いけた。
20人今見てくれてる？すいません、俺違うやつ見てます。ちゃちゃ、シャケには言ってない。俺じゃないですか。頭突きばっかり見てるからもう。いや見てないです見てないですもう。え？やべ。あ、いけた。いいか。ちょっと申し訳ないけどこれ謝りながらも進んでいこうか。ちょっと時間も押してるし、2人の時間もすごい割いてもらってるんで。じゃあまあ続きいこうか。あ、いきます。うん、はい、ちょっとずつ増えてくれるやろから。はい、いつでもいきます。はい、なんかすげえややこしくなっちゃいました俺。え、どうしたん？なんか YouTube をの方を見ながら、うん、俺はズームやって見てるんですけど、うん、もうだいぶ前に話した言葉が今聞こえてるんですよ俺。うん、それ止めていいよだ。じゃあ、あ、そうか、これ止めて、うん、でこっちだけに集中するように音で、それを、あ、画像がどこに戻ればいいんですかねこれ。ズームのズームのところを押したら、ズーム押したらなんかもうハシさんたちも見えなくなって、ズームのただの広告になっちゃったんですけど。あ、全部閉めてったらいいんじゃない。いや、もう1個しかないんですけど。え、1個っていうかタグはもうこれだけなんですけど、もう1回入り直した方がいいんですか。入り直さんでも俺らはもうソロが見えてるから。俺は見えてない状態です。喋ってるだけ。まあいいんじゃない。見えなくても。いいっすか。うん。じゃあそのまま行こうか。なんかいろいろあるけど、今日。なんかなんとかやります。うん。で、ちょっと簡単な自己紹介は、すみません、YouTube につなげるのに手こずってスタートがかなり遅れちゃったんですけど、まあここでちょっとそのまま続けていきたいと思います。はい、簡単な自己紹介はちょっとさせてもらったんで、まああとは2人とも10月20日と22日かにちょっと引退っていうことを言ったんで、まあよくあるあるかもしれないですけど、ちょっと聞いていきたいのが、まあ2人に聞くんですけど、一番最初は誰に伝えたかっていう。鮭、誰に伝えた？え、俺誰かな。もう結構一人で決めたんで。うん、そう、だからあとね、だから相談じゃなくて監督かな。あ、一番最初。へえ、なんか話す機会があって、うん、その時に、あの、ちょっと今シーズン引退しますって言ったかもし、多分そこかな。え、そっからじゃあ友達だったり身内だったり伝えていく感じ。そうですね、そうでしたね。すげえ順番。ないですか。なんか一通りみんな終わってから監督に行くんかなと思ってた俺。ああ、俺もそうなんかなと思ってましたけど、うん、なんかその監督と話してる時なんか結構もう、あ、ここかなみたいな感じにも、うん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 、で、まあ勢いじゃないですけど、うん、結構こうふっと出たんで、うん、引退しますって、あ、こんな感じで出るんやと思って。へえ。ああ、それはそうですね。監督ですね。監督、園は、まあ、奥さんが一番最初ですね、やっぱり。ああ、はい。まあ、スタンダードやな。スタンダードですね。すみません、なんか面白くない。いやいや、全然。で、次は、どんだけの人に伝えていったかっていう。ああ。範囲というか、結局難しくない？すごい俺それ思うんやけど、いろんな人に聞いててもすっげえ思うんやけど、めっちゃ難しかったです。あ、やっぱ考えた？いや、考えたというか、結構そのこの人に言うたらこの人にもっていうのが、言ってたもんね、ずっと。で、言うのがあって、結構俺も箇条書きというか、うん、紙にザーって、あ、出した、出しました。ああ、で、そこからうん、一通り伝えてった。はい、そうですね。え、園は？僕はもう、まず一番にずっと思ってたのは、その、小、中、高、大
すべてお世話になった人、恩師には必ず電話しようと思って、そこはしましたね、まず。すごいな。真面目やな。じゃあそういうもんじゃないですか。しない。いや、俺、小学校の監督の電話番号なんか知らへんしな。あ、本当ですか。うん、俺知らない。中学は知ってるかな。やっぱりみんな知ってる。繋がってる？いや、繋がってますし、俺もその、恩師には全員。うん、やっぱそう。うん。ああ、そうか。はい。じゃあ、俺もそうしよう。あと5年は大丈夫ですね、じゃあ。ええ。あとどれができるか分からへんからな。そっか、恩師、あとどういう人、その恩師以外とか。恩師以外は、まあ、仲いい選手とか、うん、プライベートで仲いい選手とかにも、うん、もう早めに伝えましたね。なんか地元の友達とかさ、友達系にも言うの？地元の友達系は、まあ、同級生の、国見の同級生の、今、広島にいる高生、柴崎高生とか、うん、あの辺には、まあ、たまたま練習試合をやったじゃないですか。うんうんうん、まあ、その流れで、まあ、先に言ったりとか、うん、まあ、そこも、まあ、なんか、さっき言ったように、どこまで言えばいいか分かんないですけど、うん、まあ、今言ったぐらいの人たちには、伝えたかなって。いいですね。で、逆にさ、そのリリース出したわけやん。はい。今みたいに。その後に、おいおい、聞いてねえよっていう連絡とかあったしたっけ？あります。それは想定外やった？想定内なんでしょ？外もあります。外もあります。あ、言うの忘れてたっていう感じ。こうやって。え？やってもたーと思いました。あ、やってもうた、思うた。はい、ああそう、やっぱそんなもんなんやな。難しいな、じゃあ、はい。その人から連絡来てないんですけど、うん、その後思い出した、思い出すというか、もうやってないっていう。で、その後は連絡したん？してないです。え？結局してない。してないというか、あの、吉田さん引退したじゃないですか。うんうん、で、その。そのなんか吉田さんの記事見てて、うん、そのまあ共通の人というか、その人の名前が上がったんですよ。うん、で、俺もしまったと思って。で、吉田はやってたってこと、その人に。やってました。でも、しまった思ったけど、挽回しようと思って連絡はしてない。そうですね。もう挽回の余地ないなと思って。まあ、会った時にしっかりと、クソ強くなりましたっていうのをしっかり伝えようと。中途半端に電話するんじゃなくてね。もう電話も絶対ダメです。ダメ。しっかり会った時にも、ほんますいませんでしたっていうのを。連絡になってすいませんでしたっていう。はい、そこはだから、向こうからも連絡してくるっていう人ではないわけやね。あ、そうです、そうです。もう。ということね。そうなんです。すごい。そのどう？あった？いや、なかったですね、多分。じゃあちゃんとやってんねんな。いや、俺もちゃんとやりましたよ。え？俺もちゃんとやりましたよ。いや、これ難しいなってすごい思うよね。橋さんだって。2000人ぐらい連絡するのでしょ。どんだけあんねん。まあでも関わってきたのチーム数も多いやん。そうですよね。そう。6、7チームとかあるから、なんかそういうの考えてったら、ほんまにどこまでしたらいいんやろって思うよね。そうっすよね。うん。だからそれはちょっと気になって、まあ俺が単純にこの辺気になってたっていうのがあったんで、質問させてもらいました。もしかしたらその見てる人が求めてる質問じゃないかもしれないけど、求めてないでしょあんまりこれ。でちょっとまあその引退っていうので決めた時期とか理由っていうのをまあちょっと俺はちらっとは聞いてないけど、まあ言える範囲でちょっと話してもらえたらなと思うんやけど、鮭いける？
あ、僕はもう、何やろ、なんか、まあちょっと、いや気持ちと、その体のバランスはもちろんなんですけど、うん、まあ、気持ちの部分がやっぱ大きかったかなっていう、まあ、ざっくりですけど、うん、気持ちっていうのは。気持ちって言ったらさ、はい、練習がしんどいとかな。それももちろんありますし、だからやっぱ昔こうできてたのにとか、これもできへんの、これもできへんのっていうか、おっそうとか思ったりとか。あ、あるあるある、全然ある。もうそこの、やっぱこう、ギャップというか、うん、にはやっぱこう、まあ、今年始まったことじゃないですけど、うん、あの、徐々にこう、積み重なっていったなっていうのはあります。まあ、まず一つありますね。うん、ああ、まあ、あとはやっぱ、そうですね、結構まあ、決めてはないですけど、うん、もうこの鹿児島でやっぱ来て、J2 か J3 を落としてしまって、うん、で、1年で上がれず、うん、もう今年も絶対に上がらなあかんっていう、うんうんうん、もう自分の中でもう結構の覚悟を持って挑んで、うん、でまあ、その10月の時点で、まあ、別にその諦めたわけじゃないし、うん、その時に結構、まあ、監督も変わったりとかして、うん、あのまあ、若手の台頭もあって、うん、まあ、ここら辺かなっていうのが徐々に、まあ、夏過ぎぐらいから芽生えてて、うん、で、まあ、自分自身の、その結果もパフォーマンスもなんかなかなか上がってこず、ああもうやっぱここら辺でこういうタイミングで引退なのかなっていうのも、まあ、夏過ぎくらいからもうやっぱだん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 大きくなっていってこう、っていう感じでしたね。すごい夏か、やっぱなんかみんな夏ぐらいって言うよね。あ、そうなんですか。うん、よく聞くわ、やっぱ夏ぐらいでちょっとみたいな。やっぱパフォーマンスでもさ、試合で出たらさ、パフォーマンスってある程度上がっていかへん。上がるのと、まあ、あれあるじゃないですか、夏めっちゃ暑いじゃないですか。暑いな。みんな暑いけどな。はい、そこでちょっと行かれた部分もありません、ね、多分。暑さに。暑さに行かれた。メンタルともうフィジカルも両方持ってかれた。まあ、それとやっぱ、チームの結果が、うん、うん、をその上がってこんかったっていうところで、うん、まあ、なんか申し訳ないなっていうのがまあありましたね。乗り切れずっていう。でちょっとずつそのポジションも若手が出る部分もあるし。そうですね。で自分のそのパフォーマンスも思うようなんとギャップが生まれていくも溜まっていくからね。はい。そういう感じか。一緒だなそこは。え、そのどうなの？時期とか。うん、やっぱり、なんだろう。同じように、やっぱり J2 に、ね、うん、上げるつもりで、今年ももちろんやってましたし、うん、まあ、そんな中で、自分も、こう、まあ、チームも調子があんまり上がんなかったじゃないですか。うん、で、監督が変わって、で、まあ、夏の、ところで俺もちょっと不勝離脱繰り返して、うん、でまあ後半戦監督変わってまた新しい気持ちでやるっていうところでまた同じように怪我してっていうのを何回かやったんで、うん、そこでちょっと心折れましたね、やっぱり。ああ、うん、やっぱ心の方なんやね。そうですね。まあでもまあふくらはぎの怪我で離脱してたじゃないですか、うん、まあ去年もそうですし一昨年もそうですし、ふくらはぎがもう本当多かったんですよ ね、うん、でまあ来年の自分っていうのをなんか想像した時に、う
プレイしてる想像ができなかったんですよ、100% で。あ、またなんかふくらはぎで怪我して悩まされてる自分しかこう絵が浮かばなくて、あ、そんな中でやってもチームにはこう、まあ、迷惑というかチームの役に立たないなっていうのもあったし、まあ、年齢的にもそうですし、で、まあ、あとはもう若い選手がやっぱりね、監督が3人目変わって橋川さんになって、うん、若い選手も出て、まあ、いい状態にもなってましたし、うん、まあ、そういうのもありましたね。めちゃめちゃかぶってるやん、2人とも。いや、一緒っす、本当に。聞いててずっと、あ、一緒だなと思って。シャケもやっぱ来年とかあんまイメージわかんかった。まあ、イメージとか、来年のことはまあ考えてなかったですけど。あ、考える前にね、もう。あ、うん、ですけど、まあ、そうですね。心折れたわけじゃないんで、俺、怪我じゃないというか。うん、うん。うん、まあ、だから、チームの役に立たないっていうか、まあ、もう若いやつがこれからこうどんどんっていう、まあ、かっこいい言い方したらそれもあるかな、みたいな。っていうとこかな。まあ、あとは、夏暑すぎて。鹿児島はね、そう、確かに。暑かった。びっくりして、鹿児島。でも去年も経験してる。あ、去年そっか。ちょっと、でも夏やったやん、試合。いや、いや、いや、いや。うん。だけど、いや、鹿児島っていうかもう、日本中暑いですよね、今も。うん、日本中暑いよ。夏、橋田知ってると思うんですけど、ダメなんですよ。つっちゃうんですよ。すっごい。あんなの、いやけど、びっくりしますよ。なんかその釣り方も、なんか、体的には、うん、後半、あ、これ30分過ぎぐらいやなと思って、時計見たら、うん、ほんまに6分ぐらいしか経ってなくて。後半6分、うん、体のしんどさと足のこのパンパンさで、うん、あ、この30分ぐらいいったかと思って、うん、給水まだかぐらいでパッて見たら、6分やったんですよ。言わかんと思って。それで交代早かったんや。だいたい60分ぐらいや、トータルで言ったら。後半15分ぐらい、10分から15分とか。けど、橋さん、言い訳じゃないですけど、うん、90分やろうと思ったらできるんですよ。うん、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、この、うん、ね、全力でか。はい。ただ、俺はもう、使いすやと思ってるから、自分のことを。とりあえず、もう、マックスまで出して、うん、あとは頼んだっていう、まあ、テレゼの時もそうでしたよ。うん、はい、はい、もう、何しかもう、マックスやって、一回なんか90分ぐらいやろうと思って、うん、ちょっとこうセーブしながら行ったんですけど、うん、全然思わなかったんですよ、サッカーが。あー、俺も絶対出し切った方がいいなと思って、うん、っていうのでこう、ほんまに50分ぐらいで足つるっていう。そっか、今治とやった時も釣ってたよね。あ、釣ってたかも。今治、いや違うんですよ、今治どころじゃなくて全試合釣ってるんですよ。いやでもすごいよね。釣るのって怖がってちょっとセーブしたくなる気持ちがあるのを、釣るまでは絶対行くわけやろ。いやけど、まあそうですね。いや、釣るのが怖い時期を経て、あ、ちょっと上のステージですね。アカンステージに入ってるんですよ。足もぼちぼち行くよ行くよみたいな合図も出してくるし、うん。まあ、まあそこっすね。そっか、まあ、じゃあちょっとなんか質問が来てて、はい、うち今治との対戦した時に、はい、まあうちの戦術やったりとか、はい、パフォーマンスとか、はい、なんかそういうのでこう、あとはまあ選手も気づいてたらみたいなこと言ってんねんけど、はい、そういうのでなんかコメントがないかっていうことをちょっと印象に残ってる。いや、選手でもいいんやけど、もうチームでもいいし、はい、印象、今治との対戦した時の今治の印象。印象なんて、印象なんてって言ったからな、印象も絶対岡田さんでしょ。あれやで、試合の時やで、試合の。あ、試合の時ですか。うん。どの今治言います？え、どのタイミングでもいいで。今年2回やったから、今年どう？あ、今年、僕2回目は出てないからあれやな、はい、1回目とか。
1回目、それ俺は負けたんか。すごい覚えてますけど、うん、前半、20分ぐらいまでで多分5点取られてもおかしないような試合で、うん、ただそこをなんとか耐えて勝利持っていったんですけど、うんうん、何やろ、やっぱ今治とまあ何回かやったんですけど、まあ、うん、もうその今年の2回目も見たんですけど、うん、やっぱしっかりしてるっていう印象が、うん、なんかやることがはっきりしてる、なんか整理されてる、整備されてるっていう、なんか守備にしてもある程度こう、あ、決められたことがあるのかなとか、で攻撃にしてもなんかめちゃくちゃ自由じゃなくて、ここまではこういう運び方しろって言われてるんちゃうかなっていうような、スカウティング映像とかその他の試合見ても、なんかそういうチームとしてのこのやるサッカーっていうのが、まとまってるなっていうイメージはありました、ずっと。ああ、当たってるでしょ。え、そう、それ当たってます園田さん。どうなんすかね。めちゃめちゃ困ってるやん。でもそうやってなんか外からこう言われるってあんまりないんで、なんかすごい新鮮ですね。ね、はい。で、鮭がそんななんかちゃんとまともに考えてんねやっていうのも新鮮やけど。いや、 B 級ライセンス取りますよ。そうかそうか、はい、でもうちのディフェンスラインのやり方とか、はい、試合の中で感じて言ってたもんね。そうですね、うん、だからあすごいなと思って、ありがとう、持ってこいとか言っていろんなポジションの選手に声かけてるなと思って、まあ、気づいたら釣っておらんようになったけど。橋さんも、橋さん釣ってなかったんですね、あの時。あ、俺、いや、初期交代、え、釣ったってなったもん。あの時間では釣らんわ、俺まだ。そうですよね。うん。俺、だ100出せてないんかなってちょっと思ったよな、今言われて。あの、橋さんの時代のガンバの選手、ガンバの選手って言ったらあれですけど、あの、なんか、8割の美学みたいな感じのこと聞いたことあって。なんかこう、ある、なんかこう、8割でこうやる美しさみたいなんで、うん、ずっとこう、できるみたいな、こういうのがないとか、行き過ぎもせえへんし、これもないしみたいな、っていうのをこうチラッと聞いたことがあって。でもそれムカついてたんじゃん、何言ってんねんこいつらって。いや大嫌いじゃん。それはええ関係やん、ガンバとセレッソの。で、あとソノには、はい、今治で守備の軸になれると思う選手は誰ですか、またその理由はっていうことを。まあ今ね、若い選手出てるんで、うん、まあ安藤とかね、飯泉とか2人で組んでやってますけど、うんうん、まあその辺は軸になってきてほしいですね。今出てるさ、あ、2人か、え、あれは、うん、市原はセンターバックで、両多分そうですね、なんかサイドバックやったり、うん、センターバックやったりしてますけど、うん、まあ今ずっと多分安定的に出てるのは安藤が、うん、あの塾で出てると思いますし、まあ、あんだけの上背ありますから、うん、塾で、まあ、これからどんどん活躍していってほしいなとは思いますね。じゃあ園田を育てなあかんな。そうですね、逆にいじられてますけど。じゃあちょっと後半部分に入ろうかなと思うんで、はい、次のステージで何かしたいことって2人ともあれば聞いてみたいんだけど、じゃあ園から逆に聞いてもいい？次のステージで何かしたいこと、うん、そうですね、まあ教えたりはしたいですね、やっぱり、うん、この自分がまあやってた、今までずっとやってきたことを今度教える立場で、やってみたいなと思いますね。指導者ですね、ありがとうございます。指導者来ました。
じゃあ、鮭は何かある？飲食店とかやってみたいですけどね。え？バーとか、バーのマスター。バー。バーのマスターとかやってみたいです。すごいな。ほんまに。はい、酒って名前に入ってるだけあって。いやそのまあ、バーというかね、居酒屋とか一時期こう、このメニューは自分が店やったら絶対、うん、取り込んだろっていうのを、ね、割とメモったりした時期ありますけどね。それちょっと一品だけ教えてほしいな。一品はもう絶対的に外さへんのは、うん、枝豆のあのニンニクとなんか黒胡椒で焼いたようなやつで、もうお酒に合いそうな感じ、本当に味めっちゃ濃くて、けど枝豆じゃないですか、うん、最高だって、あこれええなと思って、これはもうまずそれと、まああと普通の茹でた塩のやつと、あその2つはまずは絶対置こうかなと。ここまでやんないっすよ。やんないっすよ。やる気満々な言い方しちゃうよ。そのね、なんか想像してね、正しい自分がやるんやったらこういうのかなっていう。えでもさ、なんか鮭とか居酒屋やってほんまにやったら人めっちゃ来そうじゃない？来ないっすって。誰が来るの？まず好きなメニューとかそういうのを並べていくわけやろ。こんだけ経験積んでるわけやん。違う違う。難しいっす。どういう経験積んでるんですか？酒のつまみをいろいろ食べてきたっていう。だけどね、お酒飲まんでもおつまみ好きな人多いですもんね。うん。って考えたら、まあ、めちゃめちゃ特化した店でいけんじゃん。いやけどね、そんな簡単なもんじゃないんですよ、飲食店。うん、あすみません。そうなんです。まあ、いろいろ練り込んで練り込んで、うん、タイミングが合えば、あの、橋さんがお金出してもらったら、でも全部、あとはコーディネートしよう。ああ、OK です、OK です。うん。もちろん。今みたいに全部、大きなもんは。決まりましたね。おかしいな。それ以外は何かある？やりたいこと。いや、ないですね。あ、ないか。嘘です、そうです。いや、あの、園田言ったみたいに、やっぱ、まあ、指導者っていう、こう、じゃないですけど、じゃないわけじゃないですけど、やっぱこう、やっぱサッカーにこう育ててもらったから、うん、やっぱなんか恩返しした、したいというか、うん、あの、やっぱ、何かを伝えれることがあれば、やっぱ、ね、こう、伝えていきたいと思うし、やっぱそのサッカーの J リーグのクラブっていうのが、こう、どういう組織なのかっていうのもね、なんか知ってるようで知ってないところもあると思うんで、まあそういったところも、まあ、けど、ほんま何が分からんかも分からん状態なんで、うんうんうん、はい、確かに。なんかまあ指導者つっても、まあいろんなカテゴリーがあって、っていう中で、まあほんまこう、まあ一から、もちろん一からなんですけど、うん、あの、いろいろ勉強していきたいなっていうのはありますね。その、またサッカーについてもそうやし、うん、そういうクラブ。確かに。はい。クラブの中でもいいわけやもんね。その後指導者でもいいわけやしね。そうですね。ちょっとまあ。みたいに、そう、仕組みを分かってから動くっていうのも、はい、新しいパターンやもんね。まあ、まあ、ちょっとそれで聞いてみたいんやけど、今ちょっと指導者っていうところを置いて、はい、まあ、ちょっと過去に戻んねんけど、理想の監督像というか、自分が、ああ、この人いいなって思う監督、一応3つあんねんけど、監督と、今までやってきた監督でこの人合わんかったわっていう監督と、うわめっちゃこの人合ったわっていう監督。だ理想はあるやん、あこの人っていいよねって、それが合った合わないは別として、あこういう監督になりたいなみたいな。で合った監督、合わなかった監督、言える範囲でいいよ。あの全然合わなかった方は言わんでもいいから、言えるんやったら言って、まあ鮭からいける。ああ、言いますか、うん、いやけどね、なんか裏腹というか、うん、あのやっぱすげえなって思ったのはユン・ジョンファン、おすごいというか、やっぱ結果出たんだよ、2冠やからね、はい、でリーグ戦も3位 ACL で、うん、ACL 行ってるもんね、はい、っていうところと、やっぱあの、まあ、
僕へのいじりがえぐかったんで、ユンジョン。え、いじられてたってこと？いじってバリバリいじってくるんですよ、日本語で。強烈なんやろ、強烈なんやろ、あれ。強烈なんやね。それはなんかちょっと聞いてんねんけど。まあ、ああ俺やからほんまこう、返せていけたぐらいの。人選んでるんです。やけど、まあやっぱ結果出すっていうところではまあすごかったし、うん、まあけど一試合もリーグ戦出れなかったんで、ユンさんの時に。その勝点だけはこう、うん、ね、なんかちょっと2チーム作ってるみたいな感じだったんで、うん、そっちでだって準決勝までやってったやろ、うん、ああそうですね、っていうところでまあね、こう合わんかったわけじゃないけど、うん、こうね、やっぱ自分が実力だれへんのはもちろんですけど、うん、そういった意味でこうやっぱ悔しかったなって思い出で、うん、まあ、合わんかったに言っとこうかなと。あけど尊敬というか、うん、好きなって思う監督なんで、それでこうチャレンジしようかな。いや上手上手。ああじゃあそのいる？合わなかった監督は、そうですね、いないですね。まあなんか、うん。逆に、まあなんか、良かった監督っていうのは、うん、まあ、ね、小野武さんとかは僕は、熊本時代も相当鍛えられて、うん、で今治にも読んでもらいましたし、うん、ただ練習はきつかったっすね、あっていうのもあるし、まあ逆にそのきつい練習を、うん、させてもらったからこそ、まあその時で30代超えてたんで、うん、あもう1回目の熊本、はいはいはい、ね、体がさらになんかこう動けるようになったっていうか、やっぱりなんかベテランだからこそきつい練習をしてもらわないと体が動かなくなるっていう自分の中でなんかあって、なんですごいそこはなんかありがたかったですね、はい、で会わんかった監督は、まあ、いないですね。あ、いないか。いやそれ橋さん行きましょう。橋さん、え、あれ聞きたいですね。俺会わんかった人、会う通り。外人来ましたね。セレッソの時の。うん、覚えてる？シャケ。覚えてます、覚えてます。めちゃくちゃ、まあ、一番はフィジコが会わんかったけど、俺。覚えてる？なんか練習、同じの20分ぐらいずーっとぐる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 なんか回されて、長い距離ずーっと走って、何やってんやろうなと思ったら、めっちゃ長い練習して、ありましたね。もうあれはちょっと俺理解できなかった。パッと出てきましたね。あの一応自分が質問する側やから、あ、考えていた。すぐ答えれる人。あ、いいですね。あれは本当ちょっと抜けてたね。抜けてたって。でもね、鹿島で内田篤人を見つけた人みたいな。ね、その後もボタフォホとか。向こうでいろんな監督やってるし、とね、俺は分からんかった。なんかフォーメーションの形とかいろいろ言ったやん。覚えてる、はい、なんかここに立って、ここに行ったらこうやれって。はい。全然うまくいかんかったやん。そうですね。もうあれ、ホタルがおったから、なんかホタルがなんか、すさまじいプレーで全部やりこなしたみたいな感じだったからさ。あの時、シャケ出てた？あ、出てなかったよね。出てた？アウトリたり出てなかったり、うん、俺出てない時にシャケがローパーのランニングをめちゃやってたのを見て、あ、これやらなあかんわと思って、そっから俺全然出てなくて、結局7月ぐらいまで出られへんかったのかな、その年でもずっとそれやってて出て動けたから、シャケに感謝してん、その時。ありがとうございます。そうなんや。ありがとうございます。あれいいっすよね。ずっとやってたよね。今もやってんの？今やってたりやってない。あのこの頃はあのグランド
自分らのものできたんですけど、あ、前まで時間制限があったりとか、あったんで、まあ、できるときはやってたりって感じですかね。うん。はい、さん、逆に良かった監督って誰なんですか？良かった人は誰やろう。まあ、西野さんは間違いない。やっぱり。で、鮭ちょっと似てんねんけど、ロティーナ。ベルディの時の。あ、うん、1年目は二十何試合使ってもらえてんけど、もう2年目は同じで、リーグ戦は4試合。リーグ戦は。で、あとはカップ戦一緒、天皇杯だけ。やったけど、やってること、まあ、それで俺ら2年目の時は、最後、プレーオフ行って、勝ち残って、岩田と最後、J1 との入れ替え戦まで行ったんやけど、最後そこであかんかったんだよね。でもまあ、そこまで行くチームにしてて、出れんかったから、まあ、ちょっとまあ諦めというか、ついてる部分もあったし、でもやっぱチームのオーガナイズというか、なんか今までにない、なんていうかな、さっき言ったアウトリじゃないけど、仕組みで回していく人やったんよ。で、仕組みがうまくはまってたんよ、ベルディ。で、それはすごい新鮮やったというか、あ、こんな考え方あるんやっていうのは、その時思った、はあ。まあ、特殊っすよね、なんか見ててもね。まあ、反面若干面白くない部分もあった、ね。今言ったその肩がちょっと強すぎるからはみ出せないというか、うん、で言ったら西野さんはやっぱりはみ出していいというか、一応なんか大きなこう幅というか、そこの中で自由度はあるっていう、うん、そこははみ出したら戻すっていう作業はするけど、一応そこのラインはずっとキープしたなっていう。へえー、ロティーナはじゃあ自由ない感じなんですね。ロティーナはない、うん俺の中では全然なかった。俺はだからそれで怒られたりしてるタイプだったから、ここでこうやったらなんか局面が変わるって思った行動を取りたくなる。でもなんていうかな、サッカーって確率論もあるやん。規則正しくやってたらある確率で点が入るとか、あるポイントでうまくやれば点が入りやすいとかってあると思う。ちょっとどっちかそっちを優先してるんだよね。だからはみ出したことをするとそれに周りが合わさなあかんようになるから、ある意味リスクがあるんよね。でもこうちゃんと組織だってこうやっていくことで、いろいろそういうリスク、失点するリスクも減るし、攻撃で点取れる可能性はもしかしたらパーセンテージは低いかもしれないけど、負けないっていうところもちゃんと見出してるし、なんかすごいなと思ったよ。いろんな人いるんですね。そう、だからいろんなやり方あるなと思って、いい経験はだから俺はいろんなチーム行ってできたかなって思うけどね。はい。素晴らしいです。ありがとうございます。でももうちょっとなんか個人的な話があるから。はい。園田選手質問です。ウッチーと同級生で、タクロ君と熊本で元チームメイト。我々が知らない2人とのエピソードや2人への思いを教えてください。なんかちょっと飛び入る。ウッチータクロについてってことですよね。そう。内村は、連絡くれましたよ。引退発表した後に。あいつには言ってなかったんですけど。あいつがちょっと電話してきてくれて。うん。で、なんかもう今一生懸命、まあ別の仕事やってるじゃないですか。うんうん、あとはまあ。で、すごい苦労してるみたいで。まあ、内村とは、一回、家で、あ、二回か、飲んだことあって。へぇー。拓郎も含めですね。うんうん。三人で。なかなか、あんまないことなんですけど。でも俺も内村は、もともと高校の時から知ってて。うん。で、内村とやっとなんかこう、同じチームで、今までやれたっていうので、うん、すごい内心ちょっと俺も喜んでて、でそれもあって、まあ一緒にプレーしててやってみましたけど、意外となんだろう、
謎なやつだったっていうか。まあ、そりゃそうやったな。うん、はい。人は全然いいやつなんですけど、うん、面白いっていうか、変わってんのがわかんないですけど。変わってるとは思うよ。ですよね。うん、はい、でも、それが悪い変わってるって感じは俺全然なかったけど。はいはい、そうですね。うん、面白かったです、あいつと絡んでるのが。まあ、拓郎はもう、なんか、熊本時代からずっと一緒なんで、うん、本当適度な関係を保ちながら今でもやってるって感じです。だから拓郎とのエピソードはないということで、はい。はい、じゃあ酒本選手には、はい、今シーズン限りで元セレッソ大阪の20番を背負っていた選手が何人も引退して寂しいですって。だから吉田も20番背負ってた。そうそう、だから20番のあれがあれか、アキさんやんな。アキさんですね。そうやね。はい。で、セレッソサポーター、酒元会の方々に一言だけお願いします。なんか酒元会。ある、はい、すごい。すごいですよ。なんやろ、鮭の、こう、うん、というか、こう、あって、うん、そこの鮭の顔の部分に俺の。顔が入ってんだ。っていうタオル作ってくれたりとか。はい、すごい、なんかすごい、なんか応援してくれてるところなんですよ、うん、はい、いや、ほんまありがとうございました。めっちゃ短い。いやいや、なんか、まあ、一言やからな。いや、そうなんですよ。でけど、なんかどういう人たちがいててっていうのがはっきり分かんないんですよ。へ、時々酒元会ですって言われて、あ、で、あ、いつもありがとうございますって、僕も酒元会でしたみたいな、ありがとうございますって言って、だから何人ぐらいで構成されてるかもわからないし、うん、なんかで時々声かけてきてくれるんで、まあ、今コロナで無理なんですけど、うん、まあ、だからその直接こう交流があるわけじゃないんで、うん、まあ、じゃあコロナ終わったら、ね、そうそう、あるってことで、本当にちょっと僕がおもてなしせなあかんので、どっかで、はい、機会があれば。はい。誰かが分からんけど集まってくれればね。そうですね、はい、集団で来てもらわなあかんな。じゃあ一人ずつ来るんじゃなくてな。そうですね、こうまとまってね、はい。まとまって居酒屋にな、鮭のな。そうですね。集まってもらったらな。そのタオルも飾られてるやろし。で、もうちょっと10時になって、ちょうど45分ぐらいなんで。はい。まあ、基本的にこれで終わりやけど、はい、なんか話したりひんことあったら、なんでも。なんもない？大丈夫？そうですね。一応、なんかいっぱい。コメントは、あ、今週末応援しに行きますとか、ですか、あ、そういうことは、うん、書いてあるから。じゃあ、最後にちょっと一言ずつ簡単でもいいんで、今日のまあ感想と、これからの抱負も含めてもらえたらと思います。じゃあ、そのいいですか。はい。まあ、まあ、あと今シーズンも残り2試合、まだありますし。しっかりサッカー選手として、楽しんで終われるように、サッカー選手人生を全うしたいと思います。で、まあ次のステージでもまだどうなるかわからないですけど、まあ、しっかりとやっていけるようにまた頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ、シャキお願いします。いや、ほんまにそのと一緒です。同情みたいな。全く一緒です。全く一緒。はい。じゃあ、プラスつけて、なんか加えて。プラス？プラス。もう、クソ、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。
や、今日はちょっとすみません、YouTube のつなぐところが失敗したり、あとサロンの人にはこっちでつながってる状態でこっちに参加してもらったり、いろいろね、はい。自己紹介の動画一番うまかったんですけどね。自己紹介はオンラインサロンの方には残ってる。YouTube は残ってないですね。YouTube は残ってない。自己紹介が一番盛り上がってたと思う。まあそうやね。ありがとう。じゃあそういう感じで今日は遅い時間まで、ソナ選手、酒本選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴の方も皆さんありがとうございました。